はい、皆さん、こんにちは。生活館ラジオのお時間です。はい、このコーナーではね、えー、私生活館が日々日常で思いをはせていること、その他もろもろうんぬんに関しまして、えー、ま気長に話していこうと。 気短に話していいいきたいと思いますまあ多分10分いかないんじゃないですかね。ラジオといっても、超気、気短ラジオでございます。はい。ただいまの時刻、12時、あ、夜の12時半です。はい。ちょうどね、あの、僕も今、布団の中でね、もうすぐ寝ようかなって思ってたんですけど、まあね、なんか、 色々思うことがあるんですよね最近だからそれを、まあ、ちょっとラジオにでもしてそれから寝ようかなみたいなねそういうふうには思ってるわけですよはいということでえー、じゃあ早速、えー、タイトルコールいきましょう「てッテててテテ生活感の生活感ラジオ」ラジオ「ラジオラジオラジオ」 さあ、始まりました。生活管理庁のお時間です。さて、本日のお題は、今を生きようよです。はい。皆さん、まあ僕のこの YouTube を見てる人、まあ高校生、まあほとんど多分大学生で僕の友達だと思うんですよね。で、も、まあ、中には、まあ受験の動画でバズって、まあ高校生がちょっと見てたりとか、まああと、 あの、僕の、あの、親世代の、あの、人たちが見てるんじゃないですかね。まあ、聞いてるか、ラジオだから。だと思うんですけど、まあ、今を生きようよと。はい、いうことでございますよ。まあね。なんでここに行き着いたかというとね。まあ、僕今、大学2年生も終わりね。 3年生になろうとしてるんですけどねまあもうなんか周りでちょっと就活の話題がちらほらとね出てきているわけですよもうコンサルだ外資だコンサル外資とかまあ大手はもう3年の夏からも始まるからつって まあ、インターンをしろだの。イエス、うんんだの。業界調べとか自己分析をしろだの。した方がいいだの。まあ、始まってるわけですよ。でね。まあ、それを見てさ。で、まあ、なんか知らないけどさ。あの、私の YouTube にもさ。YouTube って、あの、見る方、見る、YouTube を見るときにもさ。 あの時にもさてか時時にもあのなんか知らないけどチラホラと就活の動画がおすすめに出てくるんですよねこれもしかして僕が今20歳だからあの YouTube のおすすめがそれを解析して出してるんじゃないかっていうくらいあの僕なんか 就活の動画とか見ないんですけどなんかおすすめ出てくるんですよね。でまあそれを、まあ、ちょっとだけ見てみたらさあのまあ例えば私立文系は、えー、新卒総合職からの営業のルートが、えー、結構普通だとかさまあそれによって営業に行ったことによって 自分は営業向いいてないなと思ったとかまあ逆にその就活で ES とか、まあ、面接の段階であのー、なんかもう就活で意識高い系にこうけ就活って結構意識高い系に洗脳されるらしいんですよね自分の脳が。もうふわっと 思ってたこととを、まあ、面接かかあるからちゃんと、まあつ造してというか固めないといけないわけですよ自分の中でで、まあ、ストーリーをある程度作ってだから私はこうこうこういうことがあってだからこういうことをしてでこれからはこういうことをして社会を変えていきたいそれを私は御社で実現できると思ってますみたいな。 そういうふうに、まあ人はストーリーを作って就活の時期に。で、自分に言い聞かせるんですね。それを反することによって、えー、もう面接の時でも自然にスラスラ出てくるようにするわけですよ。で、これすごいのが人間って、というか言葉ってだんだん現実になっていくんですよね。これ言霊って言うん,だけ言うんですけどね。 まあ、言葉がだんだん言ったことは現実になっていくんですよだからまあ僕今全部 YouTube の一本の動画見たことをそのまま喋ってる感じなんですけどその見た一本の動画の内容まあね例えば自分が営業えっと例えば法人契約のゥ、まあえー b ーのソリューション系の法人に対する新規開拓の営業 をやっていきたいっていうふうなストーリー付けをしたしたとしますねするともう就活も終盤になっていくとあの最初はもう捏造していたストーリーがだんだんもう本気でやりたくなってくるらしいんですよね自分はもう t o b の法人系の契約バンバン取って1年目から頑張っていくぞみたいなねでそうして まあ自分が洗脳されていって意識高い系にそしてまあ苦しくなっていくとその本来の自分とのギャップでその息苦しさというかねでちなみにその YouTube の人はまあ2年目くらいでまあ自分は向いてないなって思いながらまあ営業を今もやり続けてるらしいですもうこれホラー映画ですよねもはやあ、間違えたホラー恐怖体験ですよねはい まあそんな感じでねまあ結構就活がメインになるのだあとえっと僕最近最近っていうか3日前にバイトを受けたんですよこれ実は人生2回目なんですけどあの1回目塾講師を受けて「あのじゃあいついつから来てください」って言われたんですけどなんか。 ちょっとやっぱりめんどくなってあの、結局行かなかったんですけど、あの、まあ、それが1回目で、で、今回2回目、あの、ファミレスの、あの、バイト、フロアを、ちょっと受けてみたいな、なんか、新しく引っ越したんで、まあ、引っ越した近くで、なんか、まあ、川の、川のほとりに引っ越したので、まあ、川でいろいろ、あの、 話ししなながらお団子食える友達欲しいなと思ってここら辺のまあ僕大学から結構家が今離れてるのでまあ大学の友達というよりはここら辺に住んでる友達欲しいなと思って、まあ、プラス引っ越し費用もかかったということでじゃあまあ飲食店のバイトやったら友達できるかなみたいな感じでまあやろうと思ったんですけどでファミレスの 面接が3日前にあってでまあそこでまああの面接が始まる12分前くらいに到着したんですよねその店舗にでまあ普通に入ってでバイトですっつって、まあ、1時間くらいあっその前にあの書類を書いたんだそう席に案内されてで書類を書いて で、まあ、自己アピールポイントみたいなのあったけど、まあ、僕に特にアピールできるようなこともないので、まあ、私生活では時間を厳守していますとか、<laughs> あと、えっと、なんだろう、何書いたっけな。あと、まあ、最低限の社会常識は知ってます。よろしくお願いします。みたいな3分くらい書いたんですよね。で、 まあそっからなんか1時間くらい待ったんですよ <laughs> 意味がわからないけど1時間待ってようやくマネージャーの人が来たんですよね男性のでまあいろいろ質問が始まっていくわけですよまあフラアをやりたいのでも今キッチンの方が手数だからもしキッチンで採用するとしたらどうみたいなで僕はもう どちらでも全然大丈夫ですって。まあ、キッチンってなんか、皿洗いがあるから、手がめっちゃ荒れるって聞いてたんですけど、まあ別にいいやと思って、はい。えっと、まあどっちでもいいですって,って。で、別に深夜、なんか、そこのファミレス高校生も、あの、バイトできるところだったんですけど、まあ高校生は深夜ができないんですよ。だから、 深夜空いてるけど深夜でも大丈夫とか聞かれて「あ全然大丈夫です」っつってあのネットでファミレスのバイトフロアはハキハキ笑顔で喋れたらいけるみたいなの書いてあったんで、まあ、それをもとに、まあ、ハキハキ笑顔で「あ大丈夫ですもちろんですお任せください」っつってあの喋ってたんですよね。で まあ、OK です。じゃあ、3日後くらいに、あの、結果通知しますっ。つってメールで。で、ありがとうございました。っつって、まあ、風邪を切って帰ったわけですよ。あの、目をこすりながら、くしゃみを出しながら、花粉症だから。で、帰って、で、その3日後が、今日だったんですよ。まあ、今日って言ってももう12時過ぎてるから、実質昨日なんだけど。まあ、それで、 ま、昨日の、え6時19分くらいにね、メールが来ておりましてね、メールを見ると、慎重に検討したところ、大変、ま、に遺憾ではありますが、不合格とさせていただきますと、見送らせていただきますと書いてあったわけですよ。で、これま、何が原因なのかなと自分で思って、ま、シンプルに僕、あの、インターンも前一回受けたことがあるんですよね。 でシンプルにそこではあの嘘をつけなかったので落ちたんですけどあの、まあ、もっとあなたの会社に共感しましたとかそういうことを言えば絶対受かるんですけどか僕そういうことが言えなくてなんかシンプルに自分のメリットになるようなことだけを動機としてつらつらっと語って落ちたんですよね。 でまあでもそれはそのインターの話で今回のバイトはぶっちゃけそういうのも特になかったんですよねだからあこれいったかなと思ったんですけど落ちたんですよじゃあなぜ落ちたか僕的にはね大学3年生であるということがね原因なんじゃないかなっていうふうな結論に至りましたはいなんか まあつまりおじさんってことですよまあそのマネージャーの人がさあ人がさ人が面接の時にちょっと言ってたのが今は3年生のバイトはいなくてで4年生はいるけどもう卒業しちゃうでしょで、まあ、今いるのが主に高校生と大学12年生だとまあそういうこと言ってたんですよでプラス じゃあもし今から入るとして特に何も問題なければどれくらいまで続けるんですかって聞かれて「あ特に問題なければ僕はもう卒業までやろうと思ってます」っていうふうに言ったんですけどまあなんでそれを聞くのかまあそれはすぐやめられたら困るんですけどわけですけどでもまあいつまで続けるかってわからないじゃないですか。でも なんでそれを聞くのかというとまああっち側からしたらあのシフトというか結構人材の流動性を安定させたいわけですよねできるだけもうずっと同じメンバーで何年かやっていけたら、まあ、採用コストも少ないじゃないですかなんですけどでもまあ大学3年生ってね言うてもあと2年 まあそれは一年生とかがこの春入ってくるわけですよ。またバイトで。ってなると、一年生は何も問題なければ4年やれるわけですよ。でも僕は、こっから2年しかできない。しかも、今まで接客のバイトをしたことがない。つまり、フロアをやるとしても、あの、本当にゼロから教えないといけないコストがかかってしまうと。まあこうやってね、 あ,のあれですよ年が年を取っていくあの無能は排除されていくわけですよだからそうなんですよねだからみんな早いうちにいろんな経験をして実績を作らないといけないんですよねっていうことが結構僕の仮説として今回ありました で、この話を、あの <laughs>、就活からめっちゃとまあ別に就活がメインの話でもないですけど、就活からめっちゃ飛んだんですけど、まあ、この話、就活とかバイトとか、そういうのを通じて、まあ、何を思ったかというと、まあ、今を生きようよってことですよ。そう。別にさ、例えば、まあ、僕が今から、 就活の準備をしたりとかあのまあ自分に嘘をついてストーリーをめっちゃガチガチに作って、まあ、インターンも始めてでバイトでもうんまあ学年を偽ることはできないけどなんだろうな例えばバイトの経歴を今まで風呂アやったことありますとか。 あのまあそういうこと言ったら別に嘘って通じるわけですよ証明できるものなんてないしでそうやって、まあ、未来にこういうことがあるからだからこうしようみたいなそうすれば、まあ、割と安泰にするっといけちゃういけちゃうと思いますよ多分でも、まあ、さっきの営業の人の話じゃないですけど それをやっちゃうと後々自分が苦しくなると思うんですよねなんかこう社会をベースにして自分を決めていくそこにはめ込んでいくみたいもともとの自分の形は丸なの四角にしていくとかそういう感じにもうハマっていくと思うんですよねどんどんもう今やっちゃったらもう やった瞬間から、そのゲームはもうスタートし始めると思うんですよね。だから。まあ、今って本当に、この大学生って。割と人間の中で。結構。一番。一番ね。なんか。まあ、重要。ではないけど。なんか。どうともなる。それはいい意味で。 いい意味でどううともななるような時期だから、まあ、まあ割と悪い意味ではどうともならないと思うんですよね。っていうのは、まあ、どうともなるっていうのは丸を丸の,丸のまま留めておくっていうことであって丸をだんだんみんな四角にしていったり三角にしていったり社会という型に当てはめていくんですよね。 でそれってどうともなるの逆でもう定式化していくこのもうある程度も予定調和的なあの行為だと思うんですよねそれってだから逆にそうじゃないそのまあどうともなるそうそのどうともなるっていう時期だと思うんですよ だからまあなんかああこれからの就活大丈夫かなとかまあバイト新しいの見つけれるかなとかまあ例えばまあこれを誰がいつ聞いてるかわからないですけどもしかして明日めちゃくちゃ重要な面接があってこれに受かったらえー、来年とか再来年から 大手 IT のあのあそこに行け、行って、で、まあ、あのー、エンジニアとしてとか営業職として頑張れるとか、まあ、いろいろ未来に、あすいません、今花粉症なんですよ。はい、まあ、そうやっていろいろね、未来にね、まあ、 まあ、期待をする人もいるしまあ、不安を抱える、ちょっとやばい。あ出なかった。くしゃみ、あ、やばい、出そう。くしゃ、ああ、出ないね、これは。はい、まあ、そうやって未来に不安を抱える人も多いわけですよ。あこれ、ダメだったらどうしようとか。で、まあ、よく、なんか、例えば、就活だと、 就活が全てじゃないよとかまあ受験もそうです受験も人生に全てじゃないよとかまあいろいろこれが人生の全てじゃないよって言われることめっちゃあると思うんですけどまあ僕だったら結構サッカーがあの今までそれだったんですけどで実際そうなんですよねまあ僕まだあの若造で何も分からないですけど社会とかまあ多分だって 結局何で就職するかってお金いっぱいもらえるじゃないですかあと安定してる安定してお金がいっぱいもらえるから例えばまあ将来結婚したとするとで子供ができたとすると普通に余裕で本当に学費とか生活費とか家賃とかでめっちゃお金かかると思うんですよ だから、まあ、例えばそれコンビニのバイトをずっともう80年100年ってやってきたらまあ多分生きていけるとは思うんですけど一人ならでもそうやって例えば家族とかまあそのいわゆる定式化された幸せみたいなものを享受することはまあ難しいですよねっていうまあだからってその人が幸せじゃないっていうわけじゃなくて。 本当にそういう人、あの、普通に一人でも、例えば、あの、まあ、近所のいちご大福、屋さんのいちご大福を週に3回1個買って食うのが、もうめっちゃ幸せだっていう人もいると思うんですよね。だから、別に、あの、みんながなんで就職したいかとか、お金を持ちたいかっていうのは、 その定式化された幸せ社会的に価値があるとされてる、まあ、家庭を持ってマイホームを持って子供を育ててで老後も夫婦で水入らずで、えー、過ごしてであのっていうねそういう定式化された幸せをねみんなも目的にこうなんだろうな 享受したいと思ってじゃあ就職するしかないっていう風になるわけですよ家庭を持ちたいとかねうんでねそうやってみんな本当に何が言いたいんだって話なんですけど何が言いたいかっていうとみんな未来のことばっかり考えてるんですよねそう未来のことばかりを考えて 今どうしたいかとか今面白いか面白くないかとかきついかきつくないかハッピーかハッピーじゃないか精神的に良いものなのかそれは良くないのかとかは関係なくて結局今を苦しんでも未来に幸せになればまあそれ まあ投資的なものなんですけど今の時間を投資し未来の時間に投資するっていうそれでいいじゃないかっていうのが、うん、本当に人間の心理だと思うんですよねでもそれをやると永遠に幸せになることはないじゃないですかずっと未来を見てだからまあ普通に理想理想っていうか、まあ、みんなが多分思い描いてるのは この若いうち、今に、今を犠牲し、犠牲にして、で、未来、まあ、まあ、老後なのか、30代、40代なのか、いつかわからないけど、その時に、今を大事にする。それで投資回収をしていくっていう。まあ、そういうのを思い描いてると思うんですけど、結局人間はないものねだりなので、今を、今、 今を大事にできない人って未来でも今を大事にすることってできないと思うんですよね。そう。結局ないものを追い求めてあじゃあこれやりたいからこれに頑張って今を投資してみようっていうふうにねなっていくと思うんですよね。だからあの僕は今 今を大事にした方が結局理にかなってると思うわけですよ。そう。例えばあのまあめちゃくちゃきついであろう電通の営業職に今ついてめちゃくちゃ稼いでであの将来未来にあのお金を <laughs> いっぱい貯めようみたいな <laughs> 例えばそういう考えをするんじゃなくていや普通に今が幸せな方がいいから自分が好きなことはまあこうこうこういうことで自分が好きなことは話すことで人と人と話しながら生きていきたいだからじゃあタクシー運転手になろうと。 で、さらに、自分はまあ、例えば、地元に帰って、地元の人たちとゆっくりな時を過ごしながら話したいと。だから地元の駅前のタクシー会社に就職しよう。それでいいと思うんですよね。うん。別にそんなね、 なんか今やりたくないことを無理やりやってっていうよりもね絶対そっちの方が幸せだしねでまあもしそれで例えば結婚したいとか子供が欲しいとかまあお金が絶対に必要ってなったらまたその時に考えればいいわけですよそう例えばうん じゃあその27歳くらいになっていや自分はソニーに就職してソニーでこう,こ,うこういうことを今やってみたいなって思うんだったらじゃあその時からプログラミングの勉強を片手まで始めればいいしでそこでまあなんかのプロダクト作って実績作って。 受け取ればいいし、まあ、誰かにコネをこう作っていってね誰かに紹介してもらったりでもいいと思うし別にできないことなんてないわけですよ人だから所詮どうせ六本木とか赤坂のバーに行けば偉い人なんていっぱいいるんだからだから別にそんなそんな新卒でどうこうとか家庭がどうこうとか まあその未来にね自分を託す感じこれそんなにね僕はあんまりいいとは思わないですだから皆さん今を生きましょううん過去にどうこうとか未来にどうこうとかさそうじゃなくて今を生きようっていう話でした はい、あこれを聞いている僕の親の皆さん親の皆さん別にみんなみ,んなみそんなめっちゃいるわけじゃないですけど2人なんですけどあの <laughs> ちょっと不安に思うのかもしれないですけどこれを聞いてあの別にあの僕はそんな例えば病んでるとかじゃないし僕は日常的にこういうことを考えながらかつまあ あなた就職しないんじゃないのとかあの思うかもしれないですけどまあそれはまあ分からないですさっきのあの僕の考えの通りだけどまあ今やりたいことは今やってるしでまあ未来未来がどうなるかは分からないけどまあ今 やってて幸せなんと思うことはやってるのでまあまあお願いしますっていうことではいじゃあ初回の生活感ラジオはこれくらいにしましょうかねあ今時計を見たらもう1時になりそうです じゃあ、そろそろ終わりますか。はい。ありがとうございました。じゃあ、またいつか。ばーい。